only thing I got left are a couple of voicemails and that big ass mirror that you got me for my room. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it, sometimes I see you. But I'm making dinner for one, drinking whiskey for fun on the weekends. Cause the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go. はい、A ちゃん、はい、やってきました。飲みの市に。ここはなんと前回と同じ三里島、そう、その今綾がつけているイヤリングをゲットしたところなんですけど、うん、たまたま今日飲みの市行こうと思ったら同じ場所やってんな。そこしかなかったみたいな。だからもう一回同じ場所で行きたいけど、うん、同じものがあるんか、うん、違う人になってるんかってちょっと意外と興味深いから。確かにちょっと楽しみかも。それ気になるから、いい出会いがあるかもしれへん。グラス買わない。グラス出会うかな。グラス割れちゃってね、ないんで。ちょっと欲しいんですけど。まあじゃあ、なんかグラスとまた可愛いものをゲットしましょう。はい、今日はもうイヤリング狙えへん。狙う。いつまでも。いつまでも。わかりました。行きましょう。はい、じゃあこんな感じ。いいね、雰囲気が。マシュアイビデオ。おお、かわいい。わあ、何が足りてなかったんか調べてきてよかったね。でもこれやろ、こういうやつ。そういうやつか。めっちゃ可愛くない？めっちゃ多い。めっちゃ楽しい。すげえ、いきなりやな。ほら、かわいい。これはあれやな、シャンデリアの、うん、見て、上には大きいのもあんで。あ、すごい。すげえ。これはすごい。あ、見て、このちっちゃいの。あ、見て、かわいい。かわいい。ほら。ほんまや。なんか聞いてみようか。うん。すごいな。見て、これもあんで。すごい。あ、これはありそう。あそこに捨てれそうな。確かに。状態がめちゃくちゃ綺麗やな。状態綺麗やな。写真かなって思うぐらい。ほら、こんな輝いてるのあんまないよな。うん。軽い。すげえ綺麗。めっちゃ綺麗。ほんまこのくちぼじさん、いつもいいのを見つけてくれね。確かに。綺麗。綺麗。あ、あの好きな版があるやん。版もありますやんか。ちょっと珍しい版やな。すごい。両方。これ多分、普通に人が彫ってるやつかな。マジでニュースに見える、ちゃうか。ボーボーフ。なんかこういう壁につけてたんで。なんか可愛いねんけど。可愛い。これあれやん、こう引き出しのとこや。あ、ドアノブか。うん、このドアノブも可愛い。このドアノブいいな、このセット。うん。四つあんで。すごい。なんか使える。あれブランスだ。Bronze. Ouais, 5, 10, 15, 20, 15 euros. 15 euros. 15 euros, d'accord. Je vais réfléchir. Tu veux? Ah oui. Ouais. Bronze. Ah, il y a ici. Ah, c'est vrai. C'est beau. 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 C'est beau.イヤリングじゃない。フェーブやな。フェーブ、え、かわいい。何この売り方、どういうこと。おしゃれ。フェーブ、ほら、フェーブが売ってる、うん、え、めっちゃかわいくない。おしゃれなフェーブの売り方やな。え、何これ、めっちゃかわいい。欲しい。ここも何度か来たことあるとこやな。あ、え、大丈夫。ピアスやな。ここね、イヤリングじゃないんよ。イヤリング。その辺はイヤリング。あ、指輪ある。こういうのはシンプル。ああ。
か。でも黒がちょっとな、吸い込まれそうやんな。黒はちょっと濃いか。赤？なんかこういうのかっこよくつけてる人すごいよな。ちょっとでも俺似合わんねん。ロッカーやんな。ロックな感じ。私似合わんねん。あー、ちっちゃいから。ちっちゃいやん。お、ちっちゃくないじゃん。ターコイズ。ちょっとでかいか。ちょっと。ちょっとあれかな。いやーでもちょっとかわいいポップやな。あ、しかも大きい。大きい。無理です。あ、無理ですね。親指でも無理やった。かわいいな。それかわいいやん。推し。あ、あ、ちょっとあるやん。いいな。クイズ私の。ラブってなってる。かわいい。四角形？でかい。ちっちゃいね。あ、まあ可愛いっちゃ可愛い。ちょっと可愛い。ちょっとありやで。でもあの運動しにくいな。運動ってか。これ先。あ、三角。あ、でも色がちょっとあれか。それも三角。これは？あ、それは？小指？あ？あり？どう？悪くはない。でも三角可愛いよな。なんか三角いい気がした。トライアングル。どっちもこう起こって変かな。どっちもあんまりかな。それは結構色も可愛いな。うん。あ、俺の心配のところ金あれが出えへんかどうかやな。知らんマジ金属アレルギーがあるからさ。じゃあ簡単に変われへんくない、この辺で。飲み水で変えんくない一か八か。これでも外れへんわ。めっちゃジャストやな、ジャストフィット。でやろう、ちょっと気に入ったけどな。うん、いいと思う。値段聞いてみようかな。値段聞いてみたら。うん。セコミヤさん？ディズゴ。ディズゴ。ああ。いいじゃん。オッケー。ジポンシルプレ。メスボク。メスイ。あ、じゃあ指輪ゲットしました。指輪ゲット。もうつけましたよ、ほら。よかったね。指輪ゲット。なんかちょっと夏っぽいやん、ちょっと、うん、なんか毎日つけれたら金あれ出そうやから、こうたまにだけ遊びに行くときとかおしゃれしたいときだけつけようかな、うん、いいんじゃない、うん、綺麗、ほんま光でさ何割増しするか、美しさが、うん、ここセットが多いね、確かにいいセット。うわー、なんかこのカラフルなすごいね。インドか。うん。うん。これはいいね。え、ほら。ああ、線抜きや。手の線抜きや。かわいい。かわいい。これはめっちゃかわいいな。欲しくなるよ。うん、ちょっと欲しくなる。持ち運びできへんけど、家にずっと置いとかけとけるもんな、どかにけって。うん。かけても可愛い。濃いな。ワインみたいな。5ユーロやったら欲しいけど。5ユーロでないよな。分からん、でもこんな雑多な感じ、もしかしたら。まあ、もしかする。あ、すごい可愛い箱。あかん。な。お、糸入ってる。黒糸。へえ。すごい。これ黒糸このまま売ってたんや。な。10個入り。結構惜しいね。1個出てました。1個は売れた。あ、見てこれ。かわいい。鏡の、鏡ってさ、この枠の割合がすごい。ちっちゃい。鏡の範囲。もうやる、ほら。すごい、見て。走り。あ、すごい置き方してる。ドゥーズゴ？ドゥーズゴ。ドゥーズゴやって、12か。ちょっと高いかな。いけるで。OK、名刺。指輪いっぱいある。指輪いっぱいあるよ。今日は指輪の日なのか、もしかして。ほんまや、そうかも。幸先は良かったもんな、うん、あ、かわいいね、うん、ブローチいいな。冬になったらブローチ集めていこうかな。あれ、なんかあやちゃんめっちゃイカスにつけてるやん。動く。動くの。すげえな。かわいくない。
うん、かわいい。好きやけど。かわいいけど、まあこれはちょっと。かわいいな。独特な感性の持ち主。ちょっと話しかけるか悩んじゃえへん。マッシュの H。俺 H じゃないんだけど。あ、これ M な。マッシュの M。え、でも K じゃないから。マッシュ感。マッシュ。誰？マッシュの。なんか、これここやな。あー、ここか。好きやけど、ちょっと横並びの方が分かんない。かわいい猫ちゃん。これ前見つけたやつかな、フォックス。分かんない。でもなんかちょっとなんかいいな。ダンディーやねんな。首にあれつけてるやん、蝶ネクタイ。これもボタン、カフスボタンか。多いな。うん、ボタンっぽい。ちょっと軍服じゃないけどさ。フォーマルな。かっこいい、フォーマルな。ワンちゃん。ワンちゃんクッション。今度はお魚の栓抜き。あ、栓抜き。へー、今日栓抜きでやな。かわいいな、これも。うん。でかっ。こう持ってってこと。え、でも栓抜きじゃないか。いや、何のためなの。ここなんか穴あるからさ。あ、でもここも外せそうやんな。うん、意味がありそう。意味がありそう。でも壁につけてたっぽい感じもする。可愛いな。ここに好き。あ、大きいクマさんやな。クマタン。クマタンが。ボンジュール。お、すごい。すげえ。これすごいな。うん、うまや。でもイヤリング、イヤリングか。へ、かっこいい。おー、痛い。でもすごいかっこいい。かっこいいけどな。なんかなんか石が多いな。ここも石がいっぱいある。お、メトロパリ。メトロの何や。あ、メトロの、パリのメトロのプレミアクラスの一等車の椅子やったってことかな。すげえ。すごい、かわいい。面白。あ、これもそうや。こんなん残ってるんや。なあ、面白いですね。1901年。一等車から椅子かな。うわぁ、かっこいいジャケット。かっこいいすぎる。うわぁ、いいなぁ。めっちゃいいなぁ。めっちゃいい、めっちゃいい。でかぁ、でも。あぁ、悪くないやん。やばい。ちょっと待ってな。開けてる方が可愛い。あ、開けてたらめっちゃいいかも。結構可愛いと思う。あ、可愛い。あ、か、うん、なんか可愛いな。靴とも合ってるやろな。うん。よ、うん、おしゃれ。いいよな。俺も羽織ってみようかな。ん？俺も羽織ってみよう。あ、俺も羽織ってみよう。マッシュは黒の方がいいかもな。黒の方が似合う。うん。じゃ、中がさ、Tシャツ。あ、前閉めてみて、シュって。あ、短い。マッシュが着ると短くなっちゃう。レディース。俺は無理や。うん。あ、いい感じ、いい感じ。おるおるおる。髪の毛伸ばしてた方がいいかな。これ。確かに。頭がちょっとボリュームが少なくなっちゃう。あ、後ろ向いたらめっちゃ女の子やで。音楽はめっちゃ鳴ってる。あ、前水差しあったのになくなってるな、やっぱ。これも素敵やな。うん。なんか、これ、綺麗よな。めっちゃここ綺麗。はい、あやちゃん。買いました。いいのゲットしたね。めっちゃおしゃれやった。なんかいいよね。楽しみやな。うん、なんか冬とかにクールに決まる感じと、うん、あと黒となんか柄と2個できるから、めっちゃいいよな。うん、これも黒やったら着れそう。楽しい。あ、すごい。うん、海が楽しめる、これで。あ、すげえ。本物や。タツノオトシゴ入り。うん、
基本でって聞いたことある。あ、またこの入れ物ある、かわいい。これセットやったらかわいいな。ほら、2個あるやん。置くとこないから。かわいいね、これ、ほら。こうやって。ブクヘ。ブケ、ブシェ。ブシェ。ブシェク？ブシェ。わかるかな？わからん。かわいいな。ランタン、違うか、お砂糖入れでしたね。砂糖入れか。あ、この机かわいいな。あ、この机いいな。この机良くない？こう開くの？机良きですね。開くね。気付けや、うん、おお。150ユーロやって。どっちが？机がか。え、多分ね、でもすごい揺れちゃうね。うん、あ、見て。あ、大きいカメラ。鏡な、軽っ。鏡なんか、鏡うにょうにょやな。軽っ、木。木か、めっちゃ軽かった。イタリア製かな。わ、すごい、あいちゃん見て、シルバー。うわー、シルバーもシルバーですね。古いのというより結構新しそうなのがたくさん。これあれやな、あのナプキンをこうシュッてやっとくやつ。すごい、卵台がいっぱいある。あ、ほんまや、ね、エッグスタンド。あれへんからいいんだ、エッグスタンド。なあ、銀で揃える人生もありか。これさ、横にさ、うん、なんかこんなんがあんねんけどさ、火や、火が大きくす、大きくなるんかな、これで。そうやと思う。いや、拡張そうじゃん、うん、かな。これすごい可愛い、クジラ。クジラ、なにこれ、初めてクジラのやつ。え、俺これも気になる、見て。あ、こうやって見えるやつ。ルーペ、腕につけといて。携帯ルーペやん。あ、すごい、面白い。え、いいな。携帯ルーペって携帯を見るの？ちょっと、携帯できるルーペ。携帯わ、ルーペかわいい。ルーペ好きやで、結構四角虫眼鏡やから、こうっていうやつ。塗る系で、なんかちょっとお茶目やな。面白いな。あ、またアーティチョークみたいなやつなあ。アーティチョーク人気。わぁ、見てこれ、でっかい鏡やな。でかすぎる。デコレーションすごくない？なあ、ゴリゴリや。この四隅までこうガラス張るって。ええー、なあ。これなんやろ？え、イヤリング。ああ、ほら、かっこいいなと思って、なんか。結構かわいい。なんかかわいいよな。全部かわいいな、ここ、うん。これもなんか。うん。多分そんな古いもんとかじゃないけど。うん。なんかすごい素敵。ちゃんとアルチザンな感じ。うん、なんかちょっと変わって。これ可愛かったな。これなんかここに一品物。何？一品物置けるなと思って。置きたいね、一品物。うわ、でも独特なあるな。それ面白いな。なんか面白い。でも何って感じ。うん、でもいいよな、意味のないもの。猫。これは結構かわいいな。かわいくない？うん、あ、このでかいメンズや。え、かわいい。あ、来たこれ。え、いいやん。猫好きなんですっていう。猫好きなんです。これが一番いいかな、ちょっとサイズ的にもな。ここがいいの、ここが。え、そうそうそう、このホクホクしてるところが。よしよしってのにな。うん、ジュンジャメーバー。かわいい。いや、très longtemps、いや、いや、beaucoup de mélange。あー、ういこれかわいい。かわいい。これ良くない？小指？小指、あ、でもここが、これかわいいな。いいんじゃない？わからん、値段。どこ？ここ。あ、これ伸ばして人差し指についててもあり？ちょっと遠、まあ、ありちょりやん。ここでもそれ変えたらいいんちゃう、日によって。 OK、 10本差してみてくれ。10ユーロ。うん、メッセージ。メッセージ、エブオシメッセージ、オーバー。はい、あやちゃん。お、もし指輪買うね、今日。今日指輪とかさ、ファッションのアイテムが手に入る日やな。なんでやろう、お店
次やな。次あるよな。あ、でも可愛いと思うね。可愛いね。うん、いいと思う。すごい。あ、つけてみて。あ、いいやん。でもね、大きい、やっぱり。ここがいいか。あ、合う。探してる時、やっぱ指輪とか見つからないのか。うん。こういうとこ、見つかるよな。大きく見つかったりして、不思議。今日も服もな。見た時に案外ないけどさ、なんとなく見た時に、これがあれやな、波の道の不思議なところですよね。はい、あやちゃん、はい、どうでしたか？暑これまだ夏は着れへんけど、ちょっと夏には不釣り合いな厚手のジャケットをゲットしましたね。かわいい、かわいい、これはいいよ。なんかかっこいい、かわいいし、かっこいいな、なんかかっこいいよな。すごい、でもマークがないからどこのブランドとかわからんかったけど、でもすごいいい借りて、すごいいい品質のもんだよってマダムが言ってた。うん、マダムもなんかお気に入りそうやったよな。着てやっぱり自分の、なんやろ、キリってなる気持ちになるような服やったから。そうやな、そういうのって大体なんかいい服やんな。うん、イエス。そしてマッシュは念願の指輪をなんと2個ゲットしました。つけてないけど、あ、それそれ、ピンと合いました。これもう一個はちょっともうカバン直しちゃった。かわいいね。よかったね。ん、ずっと欲しかったよな。よかったな。そう、よかった、うん、はい、ということで、じゃあ一応、まあ、ほぼ詳細見えてると思うけど、最後家帰って詳細を見せしたいと思います。はい、せーの、それではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント。晴れてます。綺麗。あれやな、やっぱ同じところに行っても手に入るねんな。別に違うとこ行かなくてもいいと思いました。通うのもいいのね。ね。じゃあねー。じゃあねー。